こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では極論、大人のボトムスはこの2本だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。ボトムスにはですね、様々なバリエーションがあるので、きっと視聴者の皆さんもどれを選べばいいのかわからないというですね、悩みを持ってるかなと思うんですね。まあ、僕自身ですね、これまでいろんなボトムスを買ってきたわけなんですが、その中でも意外とよく使うものというのはですね、限られているんですね。ですので、まあ、おしゃれがすごく大好きで、おしゃれ上級者の方であれば、様々なボトムスを使いこなすのがいいかなと思うんですが、視聴者の皆さんのようにですね、まあ、もうちょっとラフにファッションを楽しみたいという方はですね、ある程度ボトムスを絞り込んでコーディネートを作った方が僕ははるかに楽かなと思うんですね。まあ、僕自身もですね、よく使うボトムスというのは数本に限られているわけなので、今回は大人の男性であればこの2本あれば間違いないというところでかなり絞り込んで、極論に近いとは思うんですが、皆さんにボトムスをご紹介できればなというふうに思っています。まあ、結論から言いますと、僕が皆さんにぜひ持っておいていただきたいなと思っているボトムスはスラックス調のイージーパンツというジャンルなんですね。これが僕ら大人世代にはスタイルがよく見えますし、ある程度綺麗めなんですけども、体型もですね、カバーしてくれる最強のアイテムかなと思っています。まあ、メンズファッションはしばらくですね、細身のボトムスというのが大定番だったわけなんですが、その流れの中でスキニーデニムみたいなものがかなり定番化していたんですが、ここ最近はちょっとゆったりめのシルエットのものも増えてきてるかなと思うんですね。その流れと結構スラックス調のボトムスというのは相性がいいんですね。それでいて綺麗めに見えるので、まあ、まず持っておいて損がないのが、このスラックス調のアイテムなんですが、やはりですね、ちょっとスラックスというと、履き心地が悪いんじゃないかというイメージがあるかなと思うんですが、僕が皆さんにお勧めしたいのは、スラックス見えするんだけども、イージーパンツということで、まあ、具体的に持ってきてはいるんですが、まあ、代表的なのは、ユニクロのスマートアンクルパンツですね。まあ、先ほどから見えてるかなと思うんですが、まあ、こういったパンツって、ドローコードといって紐がついていまして、これをですね、キュッと締めることでサイズ調整ができるんですね。まあ、こういったドローコード付きのものもありますし、あとはですね、腰にゴムが入っているタイプですね。こちらを見ていただきたいんですが、まあ、このように後ろがゴムになっているタイプ。こういったアイテムだとすごくですね、ラフに履きやすいんですね。ですので見え方としては綺麗めなんだけども、履き心地はかなり楽というような、こういったイージーパンツ仕様のスラックスというのが鉄板かなというふうに思っています。そして色なんですが、皆さんに持っていただきたいのは、まずベースはブラックですね。これは鉄板で、僕はですね、ブラック系のこういったイージーパンツだけでかなりの本数を持っているんですね。まあ、それぞれ異なるようなシルエットのものを持っているんですが、まあ、これが一番使いやすいかなと思っています。そしてもう一つ皆さんに持っておいていただきたいのが、グレー系のイージーパンツですね。今持ってるのはもうほとんどダークグレーなので、ブラックに近いぐらいのものなんですが、個人的にお勧めしたいのはですね、もうちょっと明るめのグレーですね。こちらのような、まあ、いわゆるミディアムグレーぐらいのものが使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、グレーといってもですね、本当に様々な色味があって、濃いチャコールグレー、こちらがミディアムグレー、そしてライトグレーとあるんですが、まあ、ライトグレーだと結構ですね、明るく見えて、場合によってはちょっとこう安っぽく見えたりだとか、カジュアル見えしすぎてしまうことがあるんで、まあ、意外と難しかったりするんですけども、一方でダークグレーというのは着こなしが引き締まるんですが、ほとんどブラックに見えるという点もあるので、一番使い勝手がいいのがやっぱりこれぐらいのミディアムグレーかなというふうに思っています。まあ、後ほどですね、実際にコーディネートに落とし込んで皆さんにお見せしたいなと思ってるんですが、ブラックとミディアムグレー、この2本のイージー仕様のスラックス、これを持っておけばまず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、それぞれのボトムスをどのように使い分ければいいのか、このあたりはですね、僕が着用しながらお伝えするのがいいかなと思うので、早速この後履いてみたいと思います。はい、着替えてみました。まずはですね、こちらミディアムグレーのボトムスの方に着替えてみたわけなんですが、これはですね、かなり使い勝手がいいんですね。僕はですね、後ほど紹介しますが、やはりブラックの方を使うことが多いんですが、ブラックにも良さがある一方で、グレーはグレーですごく使いやすいんですね。例えば今の僕のようにブラック系のアウターを着る場合、ボトムスまでブラックだと結構全身が重たく見えてしまうんですね。それはそれで NG ではないんですけども、少し柔らかさを出したいなという時には、僕はこういったミディアムグレーを合わせることが多いんですね。
ブラックのジャケットだとか、あとは定番はこちらですね。ネイビーのジャケットとグレーのパンツというのは、いわゆるですね、ビジネスカジュアルにおける定番的な配色なんですね。ですので、ハマりがものすごくいいので、まあ、そういった形で使ってもらうのもありかなと思いますし、あとはブラックとグレーというのもモノトーンの配色なので、これまた相性がいいんですね。ですので、ビジネスカジュアルからカジュアルまで結構ですね、こういったグレー系のパンツというのは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、グレーの色味なんですが、先ほどもお伝えしましたが、ライトグレーだと結構春夏っぽい印象が強くなって、ダークグレーだと秋冬っぽく見えるんですね。一方で今僕が履いているようなミディアムグレーぐらいだと意外とですね、シーズンを問わず使い勝手がいいので、僕はですね、本当にボトムスの本数を限定するのであれば、ミディアムグレーがすごくいいのかなというふうに思ってます。ちなみに今僕が履いているのは、ユナイテッド東京のアウトラスト2タックパンツというもので、これはですね、今から3年ぐらい前に買ったものなんですけども、使い勝手がめちゃくちゃいいんですね。まあ、ストレッチも効いていまして、スラックス調に見えるんですが、すごくですね、履き心地がいいんですね。何よりこのグレーの色味がですね、個人的にはすごくいいなと思ってまして、やぼったく見えないグレーというところで、個人的にはこのボトムスはかなりおすすめなので、概要欄のリンクを見ていただければなというふうに思っています。まあ、シルエットもですね、もも周りには適度なゆとりがあるんですが、膝下からテーパードといって、細くなるような形になってるんですね。まあ、こういったものがなんだかんだで僕ら世代には、スタイルがよく見えるので、使い勝手がいいんじゃないかなと思うので、グレー系のボトムス、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。まあ、僕は今ジャケット系のものを着ていますが、他にはですね、こういったナイロン系のジャケットとか、まあ、いわゆるですね、マウンテンパーカー系のもの、そういったものとですね、こういったグレー系のパンツ、相性がいいですね。あとは冬場であればダウン。そういったカジュアルなものに対して、あえてこういったグレー系のスラックス調のパンツで、少し綺麗な雰囲気を混ぜてあげるのも、すごく使い勝手がいいんですね。まあそれだけではなくて、ロング丈のブラックのコートとか、そういったブラックだとかネイビーのダークトーンのアウターにめちゃくちゃ相性がいいので、ぜひですね、皆さんもこういったグレー系のパンツ探してみていただければなと思っています。先ほどご紹介したユナイテッド東京以外のものもいくつかリンクを貼っておきますので、そちらもぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてブラック系のパンツに履き替えてみました。こちらはですね、僕の動画においてはですね、一番よく使っているので、皆さんも見慣れてるかなと思うんですが、まあ、先ほどのグレーに比べると、色の効果もあって、シャープに縦長に見えるのがですね、このブラックの最大の魅力かなと思うんですね。そして、なんといってもコーディネートの幅が広いというところ、ここもですね、見逃せないポイントかなというふうに思っています。僕が今履いているのは、ブラック系のスラックス、いろんなものを持ってるんですが、その中でも一番シルエットが綺麗なグローバルワークのアーバンスラックスですね。これがですね、一番足の形を綺麗に見せてくれるので、まあ多くの男性にはですね、おすすめのアイテムかなというふうに思ってます。そしてこれよりももうちょっとですね、もも周りにゆとりがあって、まあいろんな体型の方に履きやすくなってくるのが、ユニクロのスマートアンクルパンツなんですね。このあたりは体型だとか好みによって使い分けていただくのがいいかなと思うんですね。正統派な細身のスタイルを楽しみたい方は、このアーバンスラックスが間違いがない選択ですし、少しだけ今っぽさだとかトレンド感を加えたいのであれば、スマートアンクルパンツ。そしてさらにですね、今っぽさを加えたいのであれば、レギュラーフィットテーパードだとか、ワイドフィットテーパードだとか、このあたりのユニクロ U のですね、ボトムスを履いていただくと、よりゆとりが出てくるので、今っぽい雰囲気になるかなと思ってます。個人的にはですね、このような細身のスラックスはあんまり履くことはなくて、割とゆったりめのワイドフィットだとか、レギュラーフィットテーパードだとか、そのあたりを好んで履くんですが、まあ、まず間違いがないのが、このあたりのアーバンスラックスだとか、スマートアンクルパンツなのかなというふうに思っています。で、どういう時にこういったブラック系のパンツが合うかというと、基本的には先ほどのコーディネートとあえて同じようにしてるんですね。内側にデニムシャツを着て、ジャケットを上に羽織ってるわけなんですが、こういったブラックのパンツの場合、ジャケットはネイビーとかブラックよりはグレー系とかがすごく相性がいいんですね。ですので、グレーのアウターを着るときにはブラックのパンツで引き締めてあげる、モノトーンの着こなしにしてあげるのがすごくいいかなというふうに思ってます。今僕はジャケットを着ていますが、その他にもですね、こういったロングコート、
例えばですね、今季のユニクロのステンカラーコートですね、こういったグレー系のヘリンボーンのコートに対してボトムスはブラックで引き締めてあげるというのもものすごくバランスがいいので、ぜひ皆さんに試していただきたいなというふうに思っています。あとですね、ブラックのパンツが生きる場面というのは、今ご紹介するようなこういった曖昧なカラーの時ですね、ベージュだとかブラウン、こういった秋冬によく出てくるようなカラー、あとはオリーブ系のカラー、このあたりをですね合わせるときにブラックでシャキッと引き締めるのがものすごくバランスがいいんですね。先ほどご紹介したグレーもそうなんですが、グレー、ベージュ、オリーブというのはおしゃれが好きな方にとっては馴染みのある色なんですが、失敗するとやぼったく見えるので、その代わりボトムスをブラックを使うことで引き締めるのが鉄板なんですね。まあ、このような形でブラックのスラックスをですね、皆さんにはご活用いただければなというふうに思っています。もちろんですね、定番的なブラックのジャケットにブラックのパンツのようなセットアップ、ブラック一色でもハマりが良かったりするので、そういった着こなしもできるので、まず一着持つのであればこういったブラック系のスラックス、そしてもう一着足すのであればグレー系のイージーパンツというところが、まず間違いがないかなと思うので、ぜひこの2本チェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人のボトムスはこの2本だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。かなり極論に近いかなと思うんですが、僕自身スタイリストとしていろんな方をコーディネートしてきた中で、やはり使い勝手がいいのはこの2本なのかなというふうに思っています。まあ、肝心なのはですね、上半身の色合いなんですね。上半身がブラックだとかネイビーのようなオーソドックスかつ濃い色だったら、下はグレーで少し柔らかくしてあげるとバランスがいいかなと思いますし、一方で上半身がグレーだとか、あとはベージュ、ブラウン、オリーブ、こういった色の場合はボトムスをブラックにして引き締めてあげるとバランスがいいかなというふうに思っています。そしてボトムスの形としては細身のデニムタイプではなくて、かといってあまりに太すぎるようなものではなくて、スラックス調のものですね。できればセンタープレスが効いていた方がより足長効果があるんですが、腰回りはイージーパンツ仕様で、なおかつ見え方はスラックス調のものがすごく大人の男性には似合いやすいかなというふうに思っています。まあ、正直このボトムス2本だけあれば、あとは靴の色を変えてみたりだとか、あとはアウターを変えてみたり、トップスを変えるだけでかなりの着こなしのバリエーションが作れるので、ボトムスは僕はそんなに量は必要ないんじゃないのかなというふうに思っています。もちろんおしゃれ中級者以上の方であればボトムスのバリエーションを大胆に変えることでさらに着こなしが楽しめるのかなと思うんですが、まず最初の一歩としておしゃれを楽しみたい方はある程度限定することで一気に着こなしが楽になるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながらブラックですとかグレーのボトムスを楽しんでいただければなというふうに思っています。ぜひですね、皆さんには今回の動画の感想だとか、あと結構ですね、グレー系のボトムスってなかなかいい色味のものが見つからないので、僕の方でもいくつかおすすめのものをリンクを貼っておきますが、皆さんの方でここのボトムスいいですよというものがありましたらコメント欄で教えていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。